ちょっとコスモワールドに寄っていこうかしら。人多そうだから、さっと見てきましょ。恋人の聖地かしら？遠目に観覧車が見えるというのがいいわよね。観覧車、コスモクロック21は世界最大級の時計付き大観覧車よ。いつかアスカと乗る機会を伺っているわ。さてさてゲームセンター。ゲーム店見た後だからモチベは最高潮よ。入場無料でも入り口で検温消毒、しっかり徹底されているわね。コスモワールドといったら DDR エクストリームね。2002年稼働、20年近く前の作品よ。当時最終作として作られたから、ゲームボリュームには目を見張るものがあるわ。まあ、右側シングルなら問題なく遊べるかしら。すごっ。今はやっていないけれど、あそこに声量が数値化されてランキングされるのよね。意外な人がランクインしたりして、見ていても面白いわよ。次はどこへ行こうかしら。カップヌードル博物館は以前に行ったし、赤レンガ倉庫のところを散歩してみましょ。ゆっくり回ったことないしね。赤レンガ倉庫のあたりは海ってイメージだけれど、どんなものなのかしら。意外に公園みたいな感じだったりして。海沿いのレンガ調の店、なかなかおしゃれね。横浜の海上保安庁基地と、こっちもお店ね。あれがハンマーヘッドクレーン、詳しくは知らないけれど、世界的に貴重なものらしいわ。戦前からあのまま残っているみたいね。もうすぐ赤レンガ倉庫が見えるかしら。直線のレール、高さのある台。これは駅の跡かしら？ふーん。今の JR 線と合流する、かつての貨物駅跡と見たわ。ちょっと当たっていたわね。列車と船との連絡に使われた駅みたい。ふふ、アスカが好きそうだから写真撮っておきましょ。わあ、こんな広い場所があったなんてね。何度も来た横浜だけれど、ここまで歩いたことはないから知らなかったわ。大きな船に雲一つない空、そして広い海。日本の港はいろいろあるけれど、横浜はまた格別ね。あっちに見える施設は何かしら？人の気配があるけれど。思ったより賑わっているわね。あまり長居せず移動しましょ。
ここが赤レンガ倉庫ね。奥に見えるビル群と対照的ね。工事車両は気になるけれど、こればかりは仕方ないわ。横浜開港の時、日本最新鋭の技術で作られて、この場所にあり続けた歴史ある倉庫。倉庫としての役割を終えた後も、商業施設として健在なのよね。中にはレストランや売店があるみたい。ここでお昼食べようかしら。カレーが食べたい気分なのよね。横須賀じゃないけれどあるかしら。まあなかったらなかったで、崎陽軒のシウマイでも食べましょ。まさか、シウマイカレーがあるなんてね。ふん、カレーとシウマイって意外と合うものね。次はさっき見えた浮島型の施設へ行ってみましょうか。それにしても結構歩いたわね。明日もあるし、次を最後にしましょう。結構距離あったわね。さっき見た時は目の前だったように思えたけど、でもここまで来るに値するいい景色が見られるはずよ。そうそう、ここの名前は横浜港第三橋国際客船ターミナルというらしいわ。国際客船ということは外国から船が来るのかしらね。昔の船は風を受けられるよう、大きな帆を張っているのよね。わあ、ランドマークタワー、観覧車、赤レンガ倉庫、全部見られるわね。さっき見た船、横から見ると長いのね。あれが動くって相当のエネルギーがいるわよ。屋上広場ね。ここ自体が船の上のような気分。おお、甲板というやつかしら。木のデッキがいいわね。ここに立つと船の先頭にいるような感じね。あら、小さなモーターボートかしら。横浜に戻ってきたのね。太陽が眩しいわね。でも港散歩はこうでなくちゃ。ビューポイント、ここに立てばいいのかしら？なるほど、ね。なかなかいいんじゃない？このまま後ろ向いた景色も私は好きね。青空と海が広く見渡せるわ。ここまで長い道のりだったけれど、いい場所を見つけられたわ。時間や時期を変えて、違った景色も見に来てみたいわね。そろそろ東京に戻らないとね。JR の切符だから、その駅があるといいけれど。
さすがに足が辛くなってきたし、横浜駅までは無理ね。ワールドポーターズの向こうに桜木町駅があるわ。そこまで行きましょ。ワールドポーターズのナムコ、PIU が稼働していた時は寄ってたわね。あの高さまで登ったのよね。この距離から見ると高さが実感できるわ。観覧車といい勝負よね。乗り比べてみたいわ。ここは汽車道といって、かつては線路が敷かれていたらしいわ。きっとここを通って、赤レンガ倉庫の駅跡まで列車が走ったのね。思うと、横浜の開港、鉄道、発展、全部繋がっているのね。何度も来た横浜だけれど、一層知識が深まった気がするわ。随分日が落ちてきたわね。中華街や都市部も覗きたかったけれど、次の機会かしら。こんなに長い時間楽しめるとは思わなかったわね。一日じゃ回りきれないわ。次に来るのは当分先になりそうだけれど、一押しの場所があればぜひ教えてほしいわ。コメント、評価もよろしくね。それじゃ、また次の旅でお会いしましょう。今晩は横浜、家系でも誘ってみようかしら。ツツジには重そうだけど、きっとお腹空いてるだろうし。